じゃあパップにメリークリスマスだね。あ、チューしてくれたパップ。お願いします。何杯かいただきます。一人お願いします。はい、ありがとうございます。おかず怪獣断蜜になった感想をお願いします。そうですね、おかず怪獣ってあたりなんか意味深なんですけれども、そうですよね。今日はドレスもなんだかうなぎをイメージされてるんですよね。背中がね、ちょっとそれっぽくないですか。本当にうなぎのイメージで、私素敵だなと思ってたんですけども、もう背開きってさっき言われたんですけど、確かに、ご飯怪獣パップはご飯に合うおかず怪獣と仲良く戦うキャラなんですけれども、はい、最近仲良く戦ったことがありましたら教えてください。まず仲良くと戦うが全く一致しないんですけど、やっぱり今年の4月から一緒に番組やってる大久保さんとはいい戦友ですし、私はその大久保さんのことは先輩だと思ってますし、友達ってつけるのは若干自分がね、対等になっちゃうようで嫌なんですけれども、なんだろう、年上の戦友としてはこれからも番組っていうのはなんだろう、お互い切磋琢磨してやっていきたいなって思ってます。なんか仲良しべったりでは決してないのは皆さんもご存知みたいなのであと7日もないですけど大丈夫かなギリギリまで粘ってみます。わかりました。じゃあなんかギリギリまでいい音声さんとか探してみますおかず、あ、そっちの、うん、はい、あ、そっちじゃなくてもいいですけど、そっちじゃなくてもいい時はだいたいそのなんでしょうね、最近だと相撲見方が違う感じがするんですけど、なんかどっちかというともちもちバシンバシンって感じなんですけどもはい、最近は相撲かな。なんかおすすめのおかず好きな、なんか怒られませんか相撲協会好きな、なんか関取の方とか。そうですね、勢いの勢いが止まらないところが好きですね。ちなみに、まあ、おかず怪獣大密運動ですけども、はい、まあ、ご飯何杯ぐらい食べてほしいですか、このおかずで。そうですね、やっぱりそうですね、2合ね、2号は生きてほしいですかね。じゃあご飯の方のおかずをちょっと聞いていいですか。あ、ご飯の方のおかずは、明太子か海苔の佃煮、うん、はい、うなぎもいいけど、うん、やっぱりね、銭かかるんで明太子でご飯何杯ぐらいいけますか。そうですね、2号